今回はつくしパでレイトに潜っていきたいと思います。レイム、選出決める前に一言いいか。はい、なんでしょう。ポケモンを舐めるなぁ。え、なんで？舐めてないよ。クチートならペロペロできるけど。そっちの舐めるじゃねえ。なんだこのパーティーは、調べたらもう少しポケモンいただろ。私がプレイした時、つくしはこのパーティーを使ってきました。だからこのパーティーを使っただけです。全然納得できねえよ。まあ仕方ない。じゃあ選出決めていくか。待ってました。ではまず先発ですが、守るしてこなければバシャーも抜ける先発ストライクでいきます。命の玉持ちだから大体のバシャーも各位置なんです。そして後ろにもちろんトランセルとコックーンの3体でいきたいと思います。コックーンってなんだよ。私がいつも家でコクーンを呼ぶ時のあだ名です。まさかの同性カミングアウト。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ行ってこい、ストライク。このストライクはさっきも言ったように命の玉持ちです。お相手の先発はバシャーモではなくガチゴラス。これは読み負けか。いやいや、まだ大丈夫。一応有効打はあるし、身代わりを残せた状態で対面さえすればいけます。ああ、交代しないのね。まあそうだろ。さあお相手の行動は。お相手のガチゴラスは炎の牙、外してくれれば最高だったんだが、まあ仕方ないか。炎の牙かー、もしここでモロハ以外の違う技来てたらトランセルに交代して、ストライクの鋼の翼圏内まで5つ目で削って欲しかったんだけど、おそらく鋼の翼圏内まで入らないと思うぞ。失礼な、私のトランセルちゃんをもっと信用してよ。じゃあここはトランセルじゃどうにもならないので、お相手の炎の牙外し期待で身代わり連打していきます。お前だって全然期待してないじゃないか。仕方ないでしょ、所詮トランセルです。お前のさっきまでの発言は何だったんだ、そしてトランセルファンに謝れ。で、お相手は悪の波動。あれ、これなら耐えるんじゃない。よしよし、耐えた耐えた。これはかなりラッキーだな。なんだろ、トランセル交代読みかな。その可能性は極めて低いと思うんだが。さて、じゃあここは鋼の翼で攻撃していきますか。さあストライク、鋼への、翼意味わかんねえ。よしよし、これで次の鋼の翼で倒せそうだね。問題は2体目だが、バシャーモなら倒せるが、ゲンガーや風鈴来たら終わりなんだぜ。なんだろう、なんか最弱パとか硬くなる統一を思い出しちゃうのは私だけかな。安心しろ、私も同じこと考えてたんだぜ。でも今回は一味違います。なんてったってストライクがいる。それだけで全然違うよ。あれ？おい霊夢、なんでここで身代わり打ってるんだ？命の玉ダメージでストライク落ちるぞ。あ、あのですねー。黙ってこと忘れてましたー。バカ野郎ー。お前今回はかなりひどいプレミだぞ。もしかしたら勝敗に関わるかもしれないんだぜ。ほんとごめんなさい。まったく、ここでトランセル交代ありだが、5つ目で倒れなかったら無駄死にだし、ここは素直に突っ張っていくか。よし、鋼の翼もきちんと当ててくれたね。次バシャーモで、なおかつ守る持ってないバシャーモだともしかしたら勝ち筋が見えてくるんだが、もし守る持ってても、さっき身代わり打たなければ身代わり警戒で守るしてこなかったかもしれないのに。もうその話は忘れましょう。忘れれるか。ほらマリサ、お相手の2体目はバシャーモだったよ。ここで守る打ってこなかったら勝ち筋見えます。それさっき私が言ったんだぜ。じゃあここはもちろんツバメ返し打っていくか。おー、マリサ、守るなかったよ。さあ行けー。助けでもなかったか、だがここでストライクもダウンするし、勝ち筋は物理樹海、物理ゲンガー、物理風鈴、物理カメックスが来ればいけるぞ。マリサ、それって樹海以外可能性ないんじゃないの？お前がさっき身代わり打つから悪いんだぜ。もし違ったらカメックスが来てたら可能性あったが、頼むぞコクーン。お相手のラストはゲンガー、これは終わったか。物理ゲンガー、不意打ちとか打ってこーい。見てマリサ、物理目がゲンガーとか珍しいね。いや、物理型じゃ。いやー、珍しい。レイム、夢もここまでだ。いやー、なんとなくわかってたけどねー。耐えろー。よーし、いいぞコクーン。あとはやられるだけだったのでカット。え、嘘？いやー、コクーン、トランセルー。お前のせいだ。それでは、対戦ありがとうございました。あ、ありがとうございました。質問コーナーのコーナー。久しぶりだな。そうなんです。かなり遅くなってしまいましたが、質問返信していきたいと思います。まず一つ目の質問。霊夢さん、ごめんなさい。質問コーナーのコメントにあったので出してみました。では次行きましょう。ウプ主の好きなポケモンは何ですか？ジュベッタ以外でお願いします。おいウプ主。はいはい。私の好きなポケモンですか？そうですねー。キャタピーとか好きですね。あとはバケッチャなんかも好きです。だそうです。キャタピーは結構使ってるもんね。それでは次の質問行くぜ。ウポツです。ウプ主さんの仕事は何ですか？最近マリオメーカーでバラしましたが、警察犬訓練士をしています。
簡単に言うと犬の調教師の警察犬バージョンです。それでは次の質問行くんだぜ。ウボツ、なぜジュペッタを使おうと思ったんですか？それはですね、最初ポケモンの動画を上げたのが不遇ポケモンシリーズで、なんとなくジュペッタにしました。最初は目がさせるつもりだったのは内緒です。じゃあ次の質問行くんだぜ。ウボツです、オフ会などはされる気はないんですか？今のところありませんね。もしオフ会開いても誰も来ないんじゃないかとか怖くて、ですので今のところはないですが、いつかできたらいいなと思っております。それでは次の質問行きましょう。ウボツです。ウプ主の趣味と好きな曲を教えてください。私の趣味は社会人チームで所属してるフットサルではなく動画編集です。寂しいやつだな。そして好きな曲は気流というバンドの絶倒打、さらにはドレミダンの蝶、ノーゴッドの神風、シルベ、R指定の国立ナショナルキッド、ビストリップの、要はビジュアル系が好きってことでいいな。まだ途中なんですけど。では最後の質問行くんだぜ。最近マリオメーカーを投稿されていますが、他のゲームもやらないんですか？最近マインクラフトを始めましたが、それ以外はまだ未定です。しかしポッケンが3月に出るのでそれはやりたいと思ってますし、今月発売されるマリオテニスも単発でやる予定です。マリオテニスやるなら霊夢と対戦になりそうだな。チート使っちゃおうっと、やめろ。それでは今回の質問返信はこれで終わります。まだまだ質問を募集しておりますので、もし何か質問がありましたらこの動画のコメントに書いていただけたら嬉しいです。それでは今回はこのあたりで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。